えー、今日はですは、ねえー、本来、えー、ホワイティさんが復活、今度こそやっ戻ってくるということだったんですけれども、うん,んなんか今んなんか、なんか女性の声やっておりますけれども、<laughs> あ,<ら>あなたは誰ですか私はスタッフの,というのです <laughs> 普通だー。普通に言った <laughs> 普通に言ったはいということで先ほどの番組から続けてですねちょっとしばらく今日今日が水曜日ラストということではいラストですはいはいあの断りたいときははっきり言っていいかなそうそうあのはっきり言わないとあのイエスってなるから はい、ということで、えーはい、今日はですね、えー、僕と、それから、えー、エコザイルさん、いつものミキさん、ね、エコザイルさんと、はい、そしてしばらく優ナにね、ついてきてもらってお送りいたします。はい、はいえー。ということで、なぜ変な英語の、えー、トークからスタートしたかというと、きょ、えー、あはメールテーマが英語だからということなんですけれども。うん えーまあ、僕、あの実は、えー、小学校の時小学校じゃないな、5歳から17、ね、年なんだろう、11年ぐらいかな、あの英会話教室、<ん>あの子供向けのよくある英会話教室に、親がなんか、ね、あの初めての子供だったんで、なんか通わせようと思ったんでしょうか、うん、11年ぐらい。 通っておりましただからまあ多少こう発音よくねああ<ー> <laughs> いいなあ<う>っていうとちょっとちょっと,ちょっと難ょっになるんですけどもあの実際あれ使わないとねまあまあ片言片言,、ね、<laughs> 片言はねか <laughs> <laughs> だからこういうのは、ね、使わないとダメなんですよ使わないと、うん、あのー、もうこんな発音だけが

はいほとんどミャークツミャークの標準語マジで自分がハーハマジ喋るけどはいこれでやって慣れて帰ってきたのにまた喋れなくなってきてうんあ,あれ入ってないあらちょっと今あのえひこさんのバイクがこあのスイッチが入ってなかったこっちがっっ音声を調整はしてたんですけど、うん、失礼しました大丈夫 はい、はいはいはいじゃあもう一回ああれですねだから見飽きてるでしょ追客で拾ってるからうーん見飽普通がね、あのー、そうそうそう<然>あもう一回言うけど、えー、今十六日で帰った時には、はい、普通にあのー、慣れて同窓なんかと飲んでるからはい、みあ一日たった一晩でほとんど喋れるのって帰ってきたのにえーすごいあのここ来たらもう <laughs> 忘れかけてきへる。都の言葉ってめちゃめちゃ独特ですよねそう何かんか他の人が聞いたら、はい、本当の人が聞いても英語喋ってるって思われるじゃあ英語喋ってる風でエコさんが都の言葉を喋るっていうのを聞きたいですねだから何を言おうのかが何を言わなくてしゃべろうかな <laughs> いや no, これをフツで言うとどう、はい、いうフツであざって思うタスがやでうわー <laughs> かんないわ <laughs> <laughs> かんない <laughs> 言ってもらったけど分かんなかった <laughs>、ねまあ、それでちょっと面白いエピソードがあるんでそれは後で <laughs> <ー> <laughs> あのー、あるおじいちゃんの話ねだから、もう、 多分僕も言うのもわからない言葉になっちゃうんじゃないかなと、うんね、そうそうそう,そう,そうですよねであのハゲしゃべんもよ <laughs> <laughs> あれもやっぱろうと何喋ってるかわからないあれはもうチューブの言葉がもう丸出しになるからじゃないですか <laughs> あれは何語言んだろうね うん、あの「金かだんご」「金かだんって言いましたからね <laughs> で俺もわからんから、ね、わざと迷惑で返すわけ。<laughs> それって会話成り立つんですか、ね、<laughs> て <laughs> それでいいわけそれがいいわけ言葉も丸出しあれじゃない言葉も丸出し服も丸出しじゃないですかね。<laughs> あ,あれはもう 寄って寝たらどんどん脱ぎ出して窓出しになってくるからよ,かったよもうあのー、モーミーさんがねここに来ないって言<で>がいる時に <laughs> そうあのー、俺の家で冬飲んだ時勝手に寝るわけよ迎え、うん、終わったら呼んだって言いつつ寝てるわけよ呼んでないで<え>で脱ぎだ暑いから脱ぎ出してくるからえ叩き起こして10分ぐらいしたらまた寝てまた脱ぎ出すから貸し汚いから 真冬よベランダに出して鍵閉めてやばえばえ <laughs> したら2時間ぐらいで寒いってあっけど <laughs> どんどん,どんそれは寒すぎますよね真冬にいや <laughs> お前服着ないから暑いんだろうと思って出した,た <laughs> で服着けて寝たらまた脱ぎ出したからまた外に出して鍵閉めて <laughs> <laughs> ああ<ー> <laughs> <laughs> あ,のあと、金嘉男のね、うん、あの夏祭りでしたから秋祭りでしたっけあの舞台はい、はい、あの人もしっかりとねあの本当は金嘉男のこう自治会長でしたっけえじゃあ,あの時は副会長か,だから副会長やってた時にあのその祭りが終わってもみんな寄って僕も寄って、はい、で僕も寄って寝,寝てたら潰れたんやけど<ー>気が付いたらその横にモーミーさんが潰れて寝ててへえ 二人で一夜を明かしたと。あら,あらあらあら。し,しかもあの部屋あの何あのこう舞台。はいはいはい。いろんなこう舞舞踊とかあの演奏とかある舞台の。ーはい。え舞台の上。上？舞台の上。上, <laughs> 上,上？しかもこうややれなくてもオープンオープンスタイル。ああ<ー>。気がついたらモーミさん寝ててっていうことで、ね、へええ。 そんなこともあったりしましたが、えっと、今ですね、はいはい、ちょっと今、あのな,んかなんか変な,しあの変なこう映像が通ったので今、今、えー、急にちょっとカメラに、<お>カメラが映らなくなってしまいました、えー。ちょっと待ってくださいね。はい、あのー、もうちょっとしたら、<然>おっ映った映りましたよ、はい、はい、ということで、ということで、 この人がついに今年初めてやってきてくれました。お三 <laughs> 月の半ばにしてね。よう<と>、ね、やく、ね、来た年。年度で年度であの綺麗があるからね。はい,はいはいはい。<laughs> 年度年度で言う年度で言うとあの年のセレッスがみたいなの、ねねうん、そうなんね。今年はね。今年からそういう感じで見いていこうかなと思ったら <laughs> どうも皆さんお久しぶりでございます。 よいしょすいません、また今ちょっと配線を整えてますので、またごめんなさい。声は聞こえてる。声は聞こえてるはずああ、もう大丈夫大丈夫。ということで、はい今日は、あの、ホワイティさんが、美女2人と、復活でございます。いいよいいよいいよ。ようやく、あの美女2人と、獣2人でお送りします。最初の、最初で最後の。 ゲームって。はい。えっとね、これでね。はい。振りのスタートです。今日。がよかったね。最後の日になりました。いろいろあります。ということで、いろいろ、いろいろてか、まず。はい。まずまずは娘さんの高校。はい、合格。ありがとうございます。おめでとうございます。このために。はい。休んでたんですよね。この、あの、勉強。一応ね。一応ね。まあ。 おいおい、話しましゅ話しましゅ了解。話します。ゅる。はい。下が、カットデッドが、歩くんっていうかっていはい。すみません、ちょっと今、また、画面が、追加してごらんなったらね。追加してごなかったらね。画面がちょっと。ちょっとちょっと。ちょっとあれがあれですね。はい。あれがあれですうそそばっかり映すからじゃないのかな。やばいんじゃない後頭部映してると。はい、すみません。 大丈夫ですか私の粉の振り具合は。全然大丈夫です <laughs> 粉ちょっということで、えー、改めまして、えー、じゃあもうちょっとオープニングトークがなんか <laughs> 違う方向に向いたんでじゃあもうまだオープニングトークしてたのオープニングトークがちょっと脱線しまくってたちょ,ちょっと脱線したところでホワイティさんがついたんでちょっと引き伸ばしつつ <laughs> 早く来いと思いつつ全然入ってこないから。<laughs> <laughs>

ないと思った誰でもホワイティさんぐらいまでだったらもう OK って最終的には油脂豆腐ですもう豆腐でいいよとか局長もだいぶ貯金が積み上がってるようですね何の貯金か分かりませんけれどもさあということで今日のテーマ発表したいと思います今日のテーマはこちらです英語「English」 そうです。ということで学生時代、英語が得意だった苦手だった、えー、外国の方と英語で話してこんなエピソードだった喋、うん、れませんでしたとか、うん、そんなエピソードをですね、うんえー、お送りいただこうと思って告知したんですけれども、うんえー、今のところ1通も届いておりませ、はいうん。 久々です。あれ、しっかりしちゃう、<ら>マダーナマダーナこれあの、マスク取っていったらきっない顔になるよ。マダーナの、あれだろ、久高まり子がよくやるやつだろって。マダーナあの顔よ。<laughs> あれ、本当にスクショしてからのせてあげたい。あの番組を、ね、YouTube で配信してますから。ね、からなるとな、はい、マリプーがさ、はい、マダーナさ発音するところをさ。 汚い顔ちょうどスクショしてからすぐアップして <laughs> <laughs> ダメよあれはねあれお願いあれ,あれ女性としたら絶対やばい <laughs> だからお願いんナーでしょうねはいということで、えー、こちらの方まだメールお待ちしてますんで <laughs>、えー、あち先を伝えておきましょうム、はいえーンアットマークフ M ギドワンドットコム MOON アットマークフ M ギドワンドット o ムです えー、この番組は YouTube で映像と音声を同時ネット配信しております、えー、現在まだ FM 技能ワンのホームページはあー絶賛リニューアル中ということで、えーえー、YouTube のトップページから FM 技能ワンと検索していただいて、えー、FM 技能ワンの YouTube チャンネルからご覧くださいそして、えー、ツイキャスでも映像と音声を同時配信してますこちらの方では Twitter と連動してコメントも打てますのでこちらの方が、えー、よりチェックもしやすいのでお待ちしております <laughs> この番組は民謡居酒屋やってもお礼、お奇跡配送センター、構図土地、フリムーンファミリーの提供でお送りいたします。では、CM。 眼鏡に青いキャップちょい太めそんなあわとラをいじるのが好きなリスナーさんいらっしゃい「フリームンファミリーも待ってます」「フリムラジオ」 ということで今ですねあの僕のいつもかぶってる帽子が青から紺に変わったということをホワイト先生お伝えしたらびっくりしてましたけどあの帽子は実は2年ぐらいかぶったんですけどね。あそうなんだ。もうずもう絶対剥がれないと思ってた。まあこの帽子の下にはもう一つ帽子があるっていうパチンパチン言ってるのね。パチチ西はなんかだんだんちょっと白い部分が増えていってますけどねちょっとマイナーチェンジしながら。 <laughs> はい、えー、ということでツイカスの方を読んでいいいきたいと思います<い>、えー、まずカリスさんこんばんムーン,ムーンはいそしてえー、オープニング今日英語のテーマということで僕ちょっとオープニングの怒鳴りを英語で言ったおかげで、うんえー、山内一郎様から「発、はい、音よ! <laughs>」ということで。<laughs> そしてさっきね、優ナがいましたんで、裏若き女子がおるぞとかね、アッキーさんいただいてます、そして沖縄にあん中さん、もう一つ、山内一郎様から、なるとら、女の子が横にいると、しどろもどろだな、かっこい。英語以下だな。僕もちゃんと決めた英語のこと考えてきたんですけど、途中で止まってしまいました。がえ 大丈夫？そんなんで今年大丈夫？今年もね。どうするの？三月の中半ですけど。オリンピックイヤーですよ。一年ずれたけど、まああるかもわかりませんけども。オリンピックイヤーですよ。どうだめよ。はい。そしてシプリームさん。おこんばんムーン。ムーン。え、ダテマサユです。おっと。ダテちゃん。伊達ちゃん。はい。 そしてちゃんさん、エコさん、ナルトラさん、ゆうなちゃん、こまムーン、そしての今日も最初、ホワイティさんいないと思ったんで、ねえねえ、かりさんから、ねえねえ、お姉様どうしたのナルトラいじめた襲った押し倒したいや、逆です。襲われれて押ししたさま 出たここに出た最強ここにこれも久々に聞いた嬉しい懐かしさを感じる懐かしさ感じますねもはやねそしてニセカメさん皆さんこんばんはありがとうございます埼玉地さんグッドイブニングこんばんムーンそしてアッキーさん改めてグッドアフタムーン沖縄めっちゃ叫んでる叫んでるな まってるかなそしてカープボーイさん、成田さん、エコさん、皆さん、こんばんは。ホワイティさん、帰ってまいりました。はいそして、カッちゃんさん、久々に占いいただいていますので、ヤギ座のエコさん、人からの信頼を得られそうな日です。 多少難しいお願いであっても今日あなたが誠実な態度で申し出れば相手の同意を得ることができるでしょうなるほどねはい。おであじゃあトラの俺が読もうねはい二子座のナトラさん無駄な時間の使い方をして疲れをためないように気をつけましょうまず計画を立てきちんと準備をして それから動くようにすれば上手に一日を過ごせますいやそれなんですよあの、うん、今日は下手に動いてきたからね下手に今日あのもう最近実は正直仕事そんなに正直今あんまなくて、うんあのー、仕事も早く終わるので、うん、先に FM 祈湾に着いてから、はいあのー、歩いたんですウォーキングしてるんですよ。あすごいで今日、うん、ちょっと遠くまで行こうと思って、うん、北中の役場まで歩いて <laughs>。 <laughs> で,<え>で帰ってこようとしたら、うん、結構時間がギリギリでやばいと思ってえ,えど…なんでどうしたの <laughs> <laughs> 考えようよ <laughs> え嘘でしょ <laughs> だからあ,あれああるなるたら遅いなってキャンと話しながら来たら、うん、10分前に入ってきた結構あるよ <laughs> あの…歩数計で見たら、うん えっとまあそれでも1万4千歩ぐらいかなえすごいあ俺より歩くじゃん1日の結構歩いてる結構歩きましたねだから片道7千歩ですかじゃああれか少なくなったらいつでものりさんに電話してうんなるほど多分1日でダウンすると思う電話することありますからはいえそしてえ勝ちあのサソリ座のゆうなちゃんの えー、<ー>占いもいただいもてます、はいえー、一人でリラックスできる時間を大切にしてください快、うん、音につながるインスピレーションを得ることができそうですふっと力を抜いて楽な気持ちになれた時に心に浮かぶことを実行してみるといいでしょうお<ー>バスタイムはラベンダーなどの入浴剤を選ぶのもいいでしょうということでだそうで、ん、す、はい、ありがとうございますいいねラベンダー、はい、あでー 白子姉さん来てカリウスさん騒いでるな。キャーおねえ玉って。どうした？会社はどうしたの？なんかあった？シュプリームさんがえあれ福原愛ちゃん。何誰？誰？誰？愛ちゃんとねまあちょっとねちょっといろいろとありましたからね。ねああそら来てるよホワイトイエーての。 <あ><ん>おうし座のホワイティーさん、っうん、かっちゃんさんから小さなことでも幸せを感じて笑顔で過ごすようにしてください。<ん>嬉しい、楽しい、幸せという喜びの感情を積極的に表に出すようにするといいでしょう。いいいややこの人出しすぎると危ないからめほら出た出た <laughs> はい、そしてカリスさんからもう一つ娘さん合格おめでとうございます。はい。え、そして西川さんもホワイトさんお帰りなさい。ありがとう。え、シュプリームさん。うん。実は男と駆け落ちとか。それないから。それはないな。持って帰ることある。銃で行くことない。だそうです。 積極的に持ち帰るのテイクアウトで、はいうん、ご飯もねそっちも、ね<い>うん、テイクアウト今流行ってるからね。あね、うん、あのある意味ご飯とご飯ということで,そうですねまあまあいろいろいただいてますよ。そしてごちそうさま。どう、えー、<laughs> でしょう。はい。マットレスさん,進,んで進めてください。はい、えー。バーモントさん、えー、ミスホワイティさんと。はいうん ともにバックいたしましたということだ。マルキーローマ字ですね。これ、英語で書いたんですけど。英語じゃないよ。これ、ただのローマ字でしょ。ローマ字で。あったかも。はい。そして、武蔵さん。ナルトアさん、ホワイトィサヤクさん。ユマちゃん、リスナーの皆さん、こんばんは。生放送お疲れ様です。ホワイティさん、めちゃくちゃお久しぶりですね。娘様、広告おめでとうございます。 そしてちょっと今コメントでね英語の関係のコメントきましたね、えー、西上さん、うんえー、中学生の時に、うん、えー、時に、うんえー、今はなきスペースワールドありますね、うんあの、北九州にイメージがあったんですけどね、僕も、えー、と中学校かな、中学校の修学旅行で行きました。ス、うんえー、スペースワーワルド <laughs> <って> <laughs> <笑><笑>続けてスペースワールドを英語で書くとどうなるというインタビューを受けて、うんえー、略称略称の SW スペースワールドで SW <laughs> 綴りが分からないからかたぶ、うん S と W だけを書いたと、うん、いうことでそれを書いたら校内放送で放映されちゃうというエピソードすごいな、大吾がいるよいいね。<laughs> SW いいね。好きだよ、これこういうの。はいそしてポンタの飼い主さん、テーマ、英語、昔々、英語教師になりたくて、英語科の短大を卒業しましたと。卒業したんだけど、すごいな。先生にはならなかったのかな。で、狩芳さんからも来てんね、あ下に、ごめんなさい。 見たそもそも日本の英語教育に問題があるね単語までは許そう文法とか何の意味もないよや文法を勉強するくらいなら本場の英語を聞いてる方がよっぽど勉強になるよやこれねちょっとオープニングトークで話そうとして脱線して言わなかったんですけど僕5歳から中学校卒業まで子供英会話教室みたいなとこ通ってたんですけど11年通ってたごい。なのに なだあのー、だ,だったんですけど中学校でじゃあ、うん、学校の英語が始まりまりした英会話教室とやってることが全然違って違和感ありまくりでおかげで、うん、しかも僕英会話教室通ってるの知ってるから、うん、みんななんか。 得意じゃんとか言われたんですけどそういう文法とかそんな問題を解くっていうのに違和感があって結局そんなに得意じゃなかったんですあっそうなのその勉強と会話は別物そう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 なるほどねだから高校行ってもそんなに極端にまあまあ苦手っていうとこまではいかないですけど得意でもなかったぐらいだったですね確かに会話はね 会話は別だね、うん、別々だから英語を勉強でき全く成績悪い人なんかが結局直接現地に行って3か月4か月暮らしてたら急にポンと分かって喋れるようになるっていうの聞くじゃないですかだから多分一緒だと思う,うそうなんですよ自然に慣れてきてき 現地で生の英語に触れてる方が逆に喋れるようになっていく大体単語と単語をなんかジェスチャーでうまくつなげてまでと通じるんですよね大体、うん、通じるし、うん、ただ俺10年ぐらい引っ越し屋にいたじゃないですかだけど外人の見積もり結構行ってたんですよ あやっぱりこの,このねこのな土地が沖縄でしょで喋れるわけないさ <うん S 2> はいジェスチャーと単語、うん、とあとあの要するにあとちょっとした文法をあの自分で調べてそれをプリントアウトして訳と一緒にプリントアウトして手書きでガーッと書いてそれを見せながらやるこれだけでもう見積もり結構取れてたねうん、うん だいたいもう相場というのがあるからその相場に近づけてその前後でちょっと勝負させる感じう、ね、だから難しそう簡単簡単だから置いていくものは引っ越しでやる時例えば置いていくものを指さしながらこれ「ステイ」「ゴー」ってこ,この2つの単語置いていくで梱包するなら「パック」そしたらパックを自分の中で指さして自分たちがやるって感じでやるかそっちがやるかって感じでやると。 もう,これもう単語とジェスチャーだけで結構あの成り立っていくうーんなるほど、ね、だと思いますね。やっぱりポンタの飼い主さんもね、うん、あの外人の友達作るのが一番いち一番それは言えてるかもそれからバーモスさんも、うんえー、一時期流行ったスピードなんちゃらってどこに行っちゃったんでしょうね。あスピードラーニングかい <laughs> あったね <laughs> あだから <laughs> だから、これに真似て、ほら、うちのぐちラーニングとか、迷惑普通ラーニングとか。できたじゃないですか。C. D. 置いてます。ある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 。あ、脈普通ラーニング、ほら、欲しいな。ああ。ある。脈普通。うちも、持ってる、脈普通。脈の。あれ。脈。脈のあの C. D. なんか、なぜ、なぜか、うちにある。ああ、あれ、あれ、ずっと聞いとかんといかんな、俺も。あれ、なんかさ。しゃべれんくなってきてんすよ。出るよね、英語。 英語のそういう CD とか聞いとけばんかできるようになるとかさ絶対嘘だと思うけどね昔昭和のところにカセットじゃないはい小林克也が出してるあアメリカンってやつそうそうアメリカンあの缶に英会話のカセットって何か入ってう空き缶の缶 そう本当にクッキーの缶みたいな感じに立ってきたのあれに小林克也のアメリカンって言ってあれ結構売れたよねなんか持ってる人結構見てたよ俺は見てうん高いって買わなかったけどあの当時小林克也はベストヒット u s とかやってたからうまいからねあの人の英語流暢でね小林克也がいるからみんなマイケルのことマイコーって言いだしたあの時ぐらいからだよ あの人もあの人確か広島の人だったかの岩国の米軍の放送を聞いてたから結構英語ができたっていうすごいよねだからやる気簡単に言うとやる気ですね最後やる気だよなだって狩俣倫太郎っていう人もすごいからねだって県の何かあったらこの通訳でこの放送局の代表みたいな感じで通訳してるからね 沖縄のだよ。三三曲あるか。ある中で名指しでカリオストロム代表で通訳って。で、あの人韓流ドラマ聞いてたら韓国語とまでね今日やってました。今日もすごいよな。やっぱやる気だね。韓国語の通訳もやり出すんじゃない。やるはずね。そうそうそうやっぱやる気だよね。あのこの最近芸人に磨きがかかってきたからね。ね。ね。本当二人とも。なんか。 どこに行くんだろうどこに行くんだだから、笑いを取れるアナウンサーってやつ。一応、すぎとゃない人なんですけどね、カリマツさんは。あの、アナウンス室の局長ですね、一応ね。一応ね。だけど、年は俺と同じぐらいという、同じというか。 同じだ同じただ俺が早生まれで学年が一つ上だけど年は一緒なんですよ実はねさあ狩猟さんからちょっとコメントもてますね今でもそうなのかわからないけど日本で行われてる英検の一級って本場のアメリカ人でも取れないって聞いたことあるけどだから文法だから取れないんでしょうねだから普通にしゃべる英会話だったらもうあっちの人が慣れてるからねうん 喋りとそういう逆俺なんか国語で国語が満点全員取れるかって言ったらそんなもんだから英検ってただのアメリカ人とかそういう外国人から言わしたらただその母国語俺なんか国語やってるようなもんだからこの試験で満点取れって取れるわけないさ本当そうですよ博士号を持ってる人ぐらいじゃないと。はい カープボイさん日本人はちょっと知ってるだけでしれるちょっと知ってるだけならない喋れるって言わないけど欧米の人は日本語喋れるよって言うから喋ってみてるて言ったら寿司とか芸者とか言うしか言わないっていうあもう単語をつなげてこれで喋れるいやこれ喋ってると言わないからでしょだからもう全然極端なんですよねそう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  らあっちの人すすごいいじゃなで外国人の方って。でもこっちができるってレベルのものを持っていこうしてる考えてるのにすごいその俺の中が想像してるものの地面より下ぐらいをできるっていうからねそうだねだから時々変なタトゥー入れたりするんだそう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 あのあのそう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  大便とかね大きい便利って <laughs> そういう人になりたいということで開 やらしたら、誰かが、どっかのか、わから、あの変な人が、じゃ、あ大きい便利屋だね、大便で教えて。<laughs> <ー>だから、もう、それだったら、まだいいんですけど、うもう、うん、もう、じ、字面が綺麗かどうか、意味は全く分かんなくて。漢字として書いた時に、字面が綺麗かどうかだけで。フォルムなんだよ、ね。そう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 。で入れるから、変な感じとかね。 って入ってるのびっくりしたけどそしてポンとの飼い主さん「ナんチゃララーニングみたいなの短大でもやってましたよ」ってやっぱりやっぱりやる気がある人はそれでそれだけで十分よならもう英検じゃなくてちゃんと会話できればいいと思う俺下手にさ あのスペル分かってても喋、うん、れなければ意味ないからその会話というのがちなみに、うん、小林克也さんはまだ関東方面でラジオ番組やってるそうですね。はいえーえー、あの人いくつうけもう確か80 ぐらいいいだったんじゃななかと思ますすごいよねパワフルなバンドやったりとかもしてたしえやってたやってた昔はもうちょっと面白い人だったらしいですけどねあシュプリームさんもいいこと言ってますね日本人は英語と和製英語をごっちゃにしてるよねあのガソリンスタンドとかナルトラとかあ本当だ。これこれこれ和製英語なんですか 逆に言うとあの、和製英語の単,あの単語の一つになってるんですか、僕は。だから、あの、名ね、普通にナルトラじゃなくて、であれだよ発音、発音を変えると、ナルトラ。和英語になってるでも、これ、これあれじゃないですか、あのあの、の、山内一郎様とか、あの、あとこの曲の小春とかが言う、僕に対して言う、<laughs> ナルトラさん、うん、ね。 あれじゃないですか。じゃあこれ英語風に言うならニャルトラになるね。ニャルトラ。猫なのトラなのどっちね。ニャルトラ。虎は猫かですけどね。猫かだけど。ごめん、これ。あのネルトラです。ネルトラ。 昔あのほら丸亀製麺の丸亀って出したら丸ゲームって呼ばれちゃうみたいな確かに感じでそれで丸亀になったからねそうそうそう丸ゲーム丸ゲームって言っていいじゃあちょっと仕切り直しでいきましょうか CM いきましょうかはい CM です 「好きなるトマとこことしろこにドハマりし」<music>「わちゃわちゃ騒がしい1時間」 ということで、久々にね、あの三人で、話してましたけれども、ここでもう一回。ええ、なに来てもらいました。はい、いよっしありがとうございます。最後まで、お邪魔します。もう遠慮しないでよ。くつろいでっていいからね。もう、お家みたいミキサーもしなくていいし。そうそう、パーソナリテやるわけでもなくだろう。ミキサーしないで言っても気楽でしょ本当に気楽。あの。 僕が座ったらもうあたふたあたふたするっていうね年に12回しかやらないんでそうだ今のうち言っときます鳴門ら来年のさ16日ってさちょうど水曜日に当たるわけ今のうち言っとくもう全然全然全然まだ来年なんで来年の来月とか言ったらちょっとあんですけど来年の16日はちょうど調べてみたら水曜日だったんですよよろしく大丈夫大丈夫来年の鳴門来年だからね。ちょっと成長してな ナルトらさんもいいだよ。来年の来年はね、あの四十歳突入しますから。ええ、もうそんななんの？そうっすよ。あええ、そうなんだ。この六月で不惑ですよ、不惑。あ、そうなの？ええ、ああ、年だ。大年。うわわわわわ。まあそんな年うわうわうわって言ってるねえ方は年上の方なんですけど。ね。いいんだよ私。じゃあ来年余裕を持ってちょっと泡ぶりながらやってごらだから。うわわわわ。だから。 こんなこと言うからカリウスさん資格検定の話が出たからナルトさん無理だけどアワトラさんなら全世界アワブロ協会主催のアワブロ検定なら一級余裕をれると思うけどねアワトラさんというほどなるほどやめてこれはどこのメーカーだみたいなそう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 あのもうこの泡触るだけかかだけねもう これはもうどこのメーカー名とかねどこのあのメーカー設計のメーカーそうそうであの多分品名まで当てられるせっけんどころかねローション券でもあるからね頑張ってよ一級になったらねやめてくださいよこれは水と原液が7対3詳しいな詳しいな証拠ねそこまでやり込んでほしいやるんだったら いうのはためになるだろう。勉強になりますね。ちょっとメモしていいですか？いや。やめなさいよ。ダメよこんなのメモっちゃう。ダメよ記憶の片隅に。いやいやいそれをねまだまだもうすね早いかなホワイティさんはね。もうあと20年ぐらいしたら平気で出てくる。まるで息をするように。 書いて。そう、もうね、一番、一番手ごわいのは、僕ら、僕でも、ええ、英子さんでもなく、ホワイトさんです。なるほど、そんなことないよ。初心は忘れてないよ。普でも初心を忘れてないよ。ダメだよ、初心忘れちゃう、みんな。そうですね。確かに。そうです。あの、あ、そういえば、先に聞いておきましょう。あの。

はい、乗り切ったということなんですけれども。そうですね。まあ、ちょっとね、影響があって。うん、あの、もともと県外。県外の勤務だったんですが。まあ、本当に一ヶ月前、本当にもう一ヶ月前に。うん、じゃ、沖縄に。 してもらえませんかみたいな。そんな急にしちゃって、わかりましたって言って、沖縄になりました。わもう大変。うわ、何そんな急なんだ。そうなんですよ。ちょっとびっくりしちゃって。じゃあ、もしかして移動も急かもね、またね。え、ちょっと困っちゃう。困っちゃう。楽しそうじゃなくて、物件選んだりとかするの。そうなんですよ。物件選びもね、なかなか苦戦しまして。 大変でしたねすごいあかりゆさん、残念ながら、FM 移動案への就職ではございますそうなんですよ、もうね、いろんな方からね、えなんで違うのって声をいただくんですけど、ね、私もそう思ってるんですけど。ね、あののー、こパタン ねあの全でいますからねあの期待されたんでしょうけれどもまあそこはねやりたい道が別にでたまに遊びに来たらいいです来てます来ますまあねユーナがね言いにくいから言うけど局長がちょっとって感じに言ってた IT さんそれ私と IT さんの間何これもうダメだって言ったじゃん ああきょうは局長は酒がいつもより一缶多いかなと飲んでるから分かんないもう飲んでると思いますけどねもう居酒屋にいるからそうですね絶対聞いてない居酒屋だったらいいですけどね居酒屋だったらそうですね多分家に家にもそのまま戻ってたら 家じゃないよそれじゃないよだって2人で飲みに行ってるもんあっ行ったんですかやっぱりあの2人は毎週終わったら飲みに行くはい決まってるからよかったですねそうなんですよねまあまあでもただしこの放送はねずっと残りますから聞かれないことを祈りましょう大丈夫です大丈夫よ見えないよあの人はいということでね新しくまた 新しい仕事先でね、はい、頑張るということで頑張りますなんかそういえば先週なんかはいはいなんか一般の人がなんか来ててあれと思ったんだけどなんかやるの<般>あのああそうなんですよこれ一般もう行っちゃっていいかな、うん、行っちゃいましょうかねはい、はい、あのあでもった、うん、はいはい、はいもう っっちゃっていいいと思います <laughs> <laughs> もうなんか全然いつ初出ししようかと考えてなかったんですけどもこの際に言っちゃっていいですか <laughs> どうぞえっと <laughs> FM 昨日までラジオドラマの企画をやっていましてはいそれでちょっとあのパーソナリティさん以外の方役者さんとあとパーソナリティさんとスタッフ一緒になって今ラジオドラマをね作っております, <laughs> すごい あのねあの学生さんしながらちょっと役者みたいなこともちょっとやってたそうなんですフリーで舞台役者も実は本当はそこがねあのメインだったんですけど今ちょっとラジオがメインみたいな感じでねやってますねすごい活かせるからいいよねそうですよねすごいすごいもうその話を聞いた時僕はあ卒業制作だと思って そうだ、間違いない。そうなんですよ。もうギリぎりまで編集などなどなど。やっていきますよ。ということで、この番組を聞いた方は本当にラッキーだと思います。ね、また正式な発表を楽しみにということで。さあ、ここで英語、今日のね、テーマにまつわるメールが一個来ておりますので。やった。読みたいと思います。はい、どうぞ。ラジオネーム沖縄大好きさんです。ありがとうございます。ええ、メッセージテーマ英語。 英語は得意ではないのですが3年前ある体験をしましたある日曜日高校時代の友人がライブハウスのステージに出演するということでモノレールに乗って駅に着いて階段を突然降りていたときでしたそこで突然エクスキューズミーと僕に声をかける人がいました <laughs> 後ろを振り向くと外国人の方と思われる男性が声をかけてきましたその人は首理場や波の上宮の写真を見せて場所を聞いてきました ここで戸惑っていたのですが、僕はとっさに当時持っていたスマホの翻訳機能のアプリを起動させました。どこの国から来たのかを聞くため、言語を選ぶメニューを見せると、中国の広東省 <laughs> とさしてきました。<ー>難しいただ あのー、翻訳機能で使ったのはやっぱ英語だったらしいです。英語を交えて会話、波の上、神宮がどこにあるのか、普段みんなよく来るのかなど尋ねて、僕もアプリを通して簡単な英語を交えてジェスチャーを使いコミュニケーションを取ったりしました。アイデンしっかり伝わったのか教えたその通りりの道に進み、その日は無事に乗り切りました。皆さんは外国人の方に道を聞かかれた経験あありまするよジェスチャーで あの地図見せられて、うん、あの片言の単語とやって教えたあここ,このまっすぐ行って何百メートル、うん、で数字書いて手でこうやって書いて、うん、メーターって言ったら OK これをで次右とか、うん、簡単なことでやった時は何回もある。うん そそうう、僕もああ、の…ごめんなさい。であと本当にわからない時は「あの、すいません、英語できません」というのをこの単語だけみんな覚えてたら大丈夫だからこれが「SORRY」って言ってから「SORRY I cannot speak English」って言ったら「もう SORRY」って入れてねそしたら「ああ OK、OK オって言ってあいつ別の人に。 本当に聞かれてやばいと思ったらこの単語だけあまり流ちょうすぎるとわざとのねわざとような聞こえたそれ自体が流暢に聞こえたりゅうちゃんははははははやはは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 だからあのおじいちゃんがはははのおじいちゃんがはははははは 飛行機乗って行った時にあの国際線あれあのほら最初コーヒー飲む時はあのティーオアカフェって聞くでしょうんその時におじい分からんから、うん、都で分からんっていうのを、うん、何っていうのノ,ノーティーっていうわけさうんそしたらあっちの,あのその時スチュワーデスさんがあのあ人がノーティーって聞いたからあじゃあコーヒーねって持ってきてう,ーうわー <laughs> <laughs> そのおじいはコーヒー好きだったからままああちょ通じるなって <laughs> <laughs> すごいでしょ通じてるね、えー、いや普通英語もできるんだなって思ってるすごいねうだそう,そう,そう,そうですごいねすもあのー…うん まあこのいつもかぶってる帽子は F1、うん、チームのキャップなんであの僕何年かの鈴鹿の日本グラン三重県のね鈴鹿サーキット行ったことあるんですけどやっぱりあれかんやっぱり世界回るんで本当好きな人は外国から見に来るんですよ、うん、<ー>結構外国人の人も多くてだから大体いいこ,この電車何行きみたいなことをん「ん名古屋 OK?」って言ったら OK「OK? 名古屋名古屋」うん、名古屋みたいなことは やっぱりやったことありますね何回かねら来るんだっねこの電車乗ったら名古屋行きますかみたいな。で逆に反対僕徳島に帰る当時徳島住んでたね。徳島に帰る時は名古屋に行くと反対方向の電車乗るんですよ。だから学人の人が「名古屋?」って言ったら「ノのノのノンノで「つ」っていうとこで見えの緊張したじゃないですど すで乗り換えたら名古屋行けるよっていうことを言ったこともありますね。わあすごい。すごいな。もすまあもちろんそれも全部片言で。うん。チェンチェンチェンジツーステーション、チェンジ近鉄近鉄で列車のね、あの近鉄ライン、こう名古屋みたいなこと言ったら通じたんですそれ。オッケー千九ってね。すごいなナルトラ。なんだ昔からウェルカムチか。お前はお前は昔からウェルカムチだったのか。 だからこれぐらいの、これぐらいの会話はやっぱり5歳かやったら覚えてたっていうよかったね、よかったね骨髄が覚えていたのかなが覚えて脳じゃなくて骨髄が覚えてなるほどねそれと、ゆうなが水曜日は今日で卒業ということではいはいはい、ちょっとしたプレゼントがありまーすサプライズサプライズですわあ、なで買っ ええ、高級そうなクッキーが。チョコチップクッキーが。ええ、ありがとうございます。食べてよ。え、これ、海外のやつですか?。らしいね。なんかすごい、周りがね、英語なのか、なんか、何語なのか。英語すごって。なんか、すごいいっぱい書かれてる。多分英語だよ。 誰が見ても英語でしょ、そっか、英語かいや確かに、でも、アルファベット書いてあったからって、英語とは限らないですけど、なんか、でも、アラビア語みたいなの書かれてるんですよ、なんか、すごい、最近、いろんなところで売れるようにさ、書いてあったりするから、なるほど、親切な、ああどこだ 本当に、本当に中身はクッキーなのかな。なんか、これあれですか。大丈夫、これ。見たら、ジ、ミーとかで買ってきた。いやいやいや、大丈夫、大丈夫。ええ、裏見てもね、あんま書かれてないんですよ。あ、マレーシアって書かれてますね。マレーシア。確かに、マレーシアは、まあまあ、あの。英語もできますね。まあ、も、マレー語って別の言葉。ええ、そうなんだ。 えええいいんですかいた大丈夫ですか？いいよ大丈夫大丈夫。やったありがとうございますこんな人間も。うん値段は聞かなくていいからね。聞かないでおきます。聞いたらびっくりするから。マレーシア価格だな。なるほどそういう価格なんですね。はいはい。ええなので俺の小遣いで手が出せる範囲ねって。おう嬉しい。なマレーシアのカルディ。カルディね。 ゲットしたマレーシアさんモアロリでゲットしたマレーシアのやつから。へえ嬉しい。はい。やった、ありがとうございます。いいなー、あー、もう。いい思い出になったんじゃないかなと思います。はい。さあ、じゃあ、もう来週のテーマに行きましょうか。ね。うお。久々に…大丈夫ホワイトさん。いきなり振られて大丈夫行こうか。いいですかはい。 では来週のテーマはこちらです。松戸谷裕民。<ー>はい、アーティストシリーズでございます。うわ<ー>、裕民か。昭和、平成、令和と今だに大活躍をしております松戸洋裕姉さんでございます。 お世話になった方も多いでしょう。卒業写真とかね、あるよ恋とかね、そういう時期の歌もたくさんあります。リフレインが叫んでるとかね、もうサーフ天国、スキー天国。最初の方の飛行機雲からもうドキュンですよ。荒由美様の時からね、お世話になった方多いでしょう。そんなあのね、沖縄のねラジオ局にはね、あのそれだけの番組がありますから。あるある。取り上げですよね。ありますか。素晴らしい。ということで松島 やユミですそうです、来場と、はいうをおちしておりまでは最後にユナ、もう一言いい最後に、はい、いい一言、はいえー。あんまりこのフリムーラジオの方にはね、出たりとか、関わりは少なかったんですけど、ねなんていうんだろうな、すごい、ねス、スタッフのこの事務所の方で聞いてて、元気をもらったり、笑いをもらってたりしました。<laughs> ね、あーもう。 ありがとうございました最後に番組終わったら一目散に言うなるところに行くエクさんの姿をね僕は何回も見ましたねそれはねこっちで使ったエネルギー補給しないとな家に着くまでにちょっとねエネルギー切れなの補充の今週まででございますということでエフリームラジオ今習は以上ですお相手は私ナルドラでしたお相手でしたエコザエルでしたそして ユーナでししたたありがとうございまプリームさんん戸籍は簡単にいじっちゃいけないよ。大事